いや嘘つかない方がいいって、だってもっと待たせちゃうんだよ。いや嘘つかない、嘘つかない、これだって真実伝えなきゃさ彼女も報われないって。絶対嘘つかない方がいい。うん、それがいい。もう50年経っちゃったんだよ。そうで、ベールを渡すのよ。で、伝えたかった、祖父の伝えたかった気持ちをそのベールに託すんだ。そうだから迎えに行こうとして、うん、ダメだそれダメだって、殺されちゃうよ、あのメガキャン、忍者メガキャンばあさんに。ダメ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 だって、それ殺されちゃうよ。え、これルーラで言ってもいいの？これルーラダメだよな、謎の力だよなこれ。ほら謎の力でこういうのってね、かき消されるんだよ。こういう時謎の力が働くからね。こんなところに連れてきて一体何だってんだ。桜井さん、機内なの？ああ、俺が機内だが。まだ人魚だって分かってねえんだ。あ、月明かりに照らされて。美しい。そんな人魚、本物なのか？あなた機内じゃないわ。ああ、分かるんだやっぱ。あんたが探してるのは俺の祖父だ。そんなビビるなよ人魚に。あの人はもういない、ここで死んだ。あ、そこだったんだ墓。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった、うん、人魚は500年の時を生きる。あ、そうなんだ。やっぱ時間の感覚が違うんだね。私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が過ぎていたのね。そっか20歳が200歳換算なのか。最後まで私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。いいの？もういいのか？お礼の品は白の入り江に置いてきました。直接渡せなくてごめんなさいね。私もう行くわ。あ、ベールかぶった。なんで？奇跡が起きた。アリエル。ずっと待っていたわ。どんな気持ちなんだろうな。では同じなのね。機内と同じ手をしているのね。手でわかるんだ。陸に上がった人魚は泡となり消える。え、それが人魚の掟。掟破っちゃったから。最後に機内と会えてよかった。え、泡になっちゃうの？やだよ普通に。
もし私が人間だったなら、機内と共に生きられたのかしら。うわ、切ねえこれ。さようなら。え、もう戻れないの？泡になっちゃった。え、逆にじゃあ、あの姿、生きていると伝えてあげればよかったの。いや、そんなことない。あれは確か祖父の小屋に。どうしたどうしたどうした。いやでもさ、いや俺はでも間違ったとは思ってない。だってじゃなきゃ、何百年もあの人魚は待ち続けることになっちゃったんだよ。思う気持ちは本物だったってことか。あ、手紙。手紙。祖父の手紙だ。まだ読んでなかったんだ。愛する人へ。君に助けられたあの嵐の日から、君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう終わりにしようと思う。すまない、俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。閉じ込められちゃったんだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。そっか、閉じ込められてた小屋がここか。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジマガ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての許嫁ダナトラだった。あ、じゃあ会いに来て、じゃあダナトラもダナトラで泡になっちゃったってこと。ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で、あ、違う、ダナトラは奥さんだ、飛び込んだんだ。ごめんダナトラはダメだ、奥さんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。機内。あ、似てる。体は本当にもういいのね。ああ、ロミアのおかげだ。おじいちゃん、もうすっかり元気だよ。機内元気。でもこの帽子だけは一子相伝。機内、私はいつまでもここであなたを待ってるわ。生まれたのか赤ちゃん。この子には俺が必要だ。すまない、ロミア。え、だからこれはあの奥さんの、これだけ幸せになるなんてできない。ダナトラの人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めとして村に残した。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で
俺を待っているのだろうか。待っていたんだよね。でも俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。愛している。今までの無礼を許してくれ。いやでもこれでさ、ロミアに会わせてくれてありがとう。孫にも伝わったのは、人魚のためにも絶対良かったはず。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。確かにそうだよね。実際にだってね、呪いでも何でもなかったわけだから。これそう、そのさ、機内のばあちゃんがさ、まだ人魚の悪い噂でも、もう人魚は泡になっちゃってるからな。うん、確かに。めちゃめちゃマルティナが悲しんでるな。ロミアにそっくりだったわね。思いのこもった美しい絵だった。だからずっと会いに行けない間もずっと絵を描き続けて、だからその50年は決して無駄ではなかったと。確かにな。確かに白の医療に何か残したって言ってたよね。あ、そっか。だから直接渡すわけでもなく、もう最初から陸に上がって、もう掟を破ることを、もう最初から、もうじゃあもう分かっ、じゃあその死んでるって認めないって言いながら、もうその死をどこかで、心のどこかで受け入れてたんだろうね。だから結局彼女を、そのロミアをね、ここに連れてきてたのは、俺はそれが正解だと思いますけどね。うん、大丈夫。そうそうそう、ほら今カミューが言ってくれてる。そうなんだよ、これも一つの幸せの形、終止符を打ったという意味では一つの形なのかもしれない。やめろ、俺を殺したっていうのはマジでちょっと悲しいけどさ、だってさ、その来ない、その家内の、うん、家内、機内のね、帰りを何百年も待つのって正直死ぬより辛いと思うし、それぐらいなら真実を知った上で、お互いがお互いを思っていたんだよって思った上で、やっぱり安らかに眠った方が僕は良かったと思います。これそれはエゴなのかな。俺はエゴだったのか。そんなことないよ。やだ、今スロット行ったらダメだ、人魚のこと忘れちゃうよ。海物語うと悪魔の子、それは悪魔の子です。はい、機内の次に優しい人です。お約束通り、あなたを海底に、あ、海底に行くためのアイテムってことか。ソルッチャ運河を抜け、内宇都宮の中心にそびえる光の柱でハープを使ってください。不思議な形の岩場がその目印になりますわ。海底王国に着いたら私は幸せだと。じゃあもうある程度覚悟はできてたんだね。うん、やっぱりそうだったんだ。そんなの信じられませんって言いながら、ロミアより。え、逆に気になるわこれ。選択肢でさ、生きてるから、そろそろね、機内来るから待っててねって言ってたら、どうなってたんだろうね。本当に待ってて、逆にあのイベント見れなかったのかな。だとしたら、本当にこれはこっちでよかったと思うけど。うん。素敵な海底暮らし。え？機内へ、ロミアより。
ロミアがあれ人魚で、機内がその漁師の、要は結婚を誓い合った仲の人です、人間さんが海底で暮らすとき覚えておきたいあいうえお。あ、慌てない。泳ぎの基本は慌てないこと。慌てて泳ぐと必ず溺れてます。いじめない。小魚をいじめてはいけません。親の魚は大きい可能性が高いです。そういうこと、親が出てくるからってこと。上を向かない。さあ上を向いてみましょう。ほら鼻に水が入ったでしょう。ほら明るくなったろ。エラは綺麗に。エラ、人間でいう鼻の穴が塞がってると呼吸がしにくいから気をつけて。思いやり、人も人魚もお魚も同じこと。思いやりの気持ちが。へえ、すごい。これロミアがなんだ。じゃあもうここで暮らすってことをもう夢見てたんだね、ロミアは。で、機内がこっちに来た時に一緒に暮らそうねっていう、そのあゆえをもうこれ教え、あーきつい。これロミアもう泡になっちゃったんだよな。あーでもね、結局そのね、機内が死んだっていう事実は変わらないんですよ。受け入れて泡になったっていうのはもしかしたら彼女の望んだ世界なのかもしれない。お前が殺してやめて。心に来る。お前が殺してやめてほしいな。